アントン・フレットナー。彼が幼少期に住んでいた家にいて。アントン・フレットナーは、ドイツの航空技術者で発明家である。彼は、飛行機とヘリコプターの設計で重要な貢献をした。ヘッセン州ハッタースハイムアムマイン出身。第一次世界大戦時、フレットナーは強サーボタブと称される、飛行機の操縦をしやすくするために、 操縦翼の先端を上下に向ける機構を開発した。フレットナーは第一次世界大戦中、アムステルダムの航空流体研究所で指揮を取った。1920年代、彼はスクーナーを購入して2機の50フィートの円柱を追加した船はマグナス効果で推進する初めての船になった。彼は妻と海岸に来た時に発案した。 彼は砂を使ってマグナス効果で搬送の潜在性を実用化できることを示した。船はバーデン・バーデンと名付けられ、1926年大西洋を横断した。通常のスクーナーでは搬送不可能な強風化でも航行できた。しかし、嵐で1931年破壊された。商業船としてバルバラ号が建造され、 米国まで搬送した。第二次世界大戦時、彼はヘリコプターに特化したアントン・フレナー・フラグスガバを GMBH の社長になった。アントン・フレットナーはまた有名なフレットナー式回転通風機の発明によっても記憶されている。これの改良品が英国のフレットナー通風機会社で今でも生産されている。ヘリコプターにおける革新は 彼の通風機の商売で気づいた富を元にした。彼の成功は妻のリディア・フロイデンベルク・フレットナーによるところが大きい。彼はヘリコプターをドイツ軍向けに製造した。最初は海軍の紹介向けで彼の妻はユダヤ人だった。彼は個人的に関係があったヒムラーの手引きで第二次世界大戦中家族は安全にスウェーデンに逃れた。 彼の相棒で友人のカート・ホーアネ・モッサー博士は、優れた技術者で、ヘリコプターの詳細な設計を担い、成功に導いた。ホーアネ・モッサー博士の父親も、ユダヤ人だった。彼らは、軍用のヘリコプターを開発して、共に無事戦争を生き延びた。ベルナー・フォン・ブラウンと共に1945年、他の航空機の先駆者同様に、アメリカへ渡り、 フレットナー航空機会社を設立してアメリカ軍向けにヘリコプターを開発した。フレットナーの米国での会社は商業的には成功しなかったが彼の働きは陸軍航空で大きな割合を占めた。後年、カマンヘリコプターで使用された。1961年、ニューヨーク市で生涯を閉じた。ありがとうございます。